田奈緒が主演を務め、鈴木伸之が出演する新ドラマ、忍者に結婚は難しい、フジテレビ系、2023年1月5日より毎週木曜22時、の主題歌が、愛子の、赤と霧ロード、に決定した。本作は、ルパンの娘、シリーズなどで知られるユーモアミステリーの旗手、横関大の原作をドラマ化した忍者ラブコメディー。主演は、フジテレビのゴールデンプライムタイドラマでは初主演となる奈々を。部役には、フレッシュな才能とそのルックスで注目される若手俳優の鈴木伸之。その他、勝地涼、山本舞香、古田新太、市村正親らが出演する。妻、草刈蛍、奈々尾は、超実力主義、の甲賀忍者。夫、草刈五郎、鈴木は、超保守主義、内賀忍者。ライバル忍者の末裔、末裔、でもある二人が、お互いの正体を知らずに結婚。しかし、ラブラブだったのは最初だけで、すれ違う感情、噛み合わない会話から、夫婦生活は冷め切って破綻寸前に。離婚の危機に直面した夫婦のところへ、それぞれに、特殊任務、が舞い込む。互いの任務でニアミスする二人は、やがて互いの正体を疑い始め。愛子がドラマ主題歌を担当するのは、古見さんは、コミュ障です。2021年、NHK 総合、以来、約1年ぶり。フジテレビ系連続ドラマの主題歌を担当するのは、素敵な選択肢、2014年、カンテレフジテレビ系、以来、約9年ぶりとなる。愛子自らが作詞作曲し、ドラマを盛り立てていく主題歌のタイトルは、赤と霧ロード。可愛らしいエレクトロニックなサウンドの中に、どこか切なさを感じるエモーショナルな曲に仕上がっている。なお、赤と霧ロードの音源は、1月5日放送の第1話にて初解禁される予定。愛子は、赤と霧ロードが蛍さんと五郎さんの秘密に寄り添い抱きしめられるような曲になりますように、そし、七尾ちゃんに初めてお会いしたのは7年前のライブ後の楽屋でした。泣きながら感想を話す姿が美しくて、その時の七尾ちゃんが写真みたいに心に残っています。七尾ちゃん、主演本当におめでとうございます。主題歌できるなんてめっちゃ嬉しいです、とコメント。柏川さと子プロデューサーは、主人公は忍者ですが、それ以上に不器用な二人のラブストーリーであるこのドラマ。ラブソングの神様である愛子さんに主題歌を担当していただけることになり、ドラマのラブ部分がさらに盛り上がっています。ドラマ本編での主題歌のかかりどころも仕掛けをしているので、注目していただきたいです、と話している。